私はただ剣心様の元へと戻るだけだ。夜の戦場で忍び3人とくれば、こうなるのも当然だろなあ。風磨獲物をかぶってないよね。あ、これ見て確認してくれない。俺様の閻魔城、おまけに間の悪いお客さんと来た。夜はうちらの時間だって教わらなかった。お前らと遊んでいる暇はない。この情報を持ち帰らなければ剣心様、サスケは一体何を掴んでいる。これ以上武田を取り静かせてなるものか。あんたが俺たちに仕掛けてきたのは偶然か、それとも戦忍びをまとめて始末。漆黒の切っ先は止まらない。とどまりな。倒れるものか。私は帰る、伝えるんだ。お前今からぐちゃぐちゃになるけど、いい、いいよね。でどうよ、一番できる忍びは甲斐のマシラだと思うか。ま、ここでの勝負は痛み分けってことで。さあ、栄えある閻魔城第2位は上杉謙信。戦上手で暗夜も上手なお前だ。また閻魔城を取り出して、精鋭豊臣軍の一員だった晴れがましい姿も今は昔か。刺して切って刻んで蒸して煮て焼いて茹でて、ああダメだ、足りない、全然足りない。軍神上杉謙信、日の本屈指の武人、かつて又兵衛様が完膚なきまでに敗れ去った相手。おや、お前今妙なこと考えてなかった？俺様があいつにズタボロに負けたとかね。えは、いえ、そんな、まさか。あの一戦で又兵衛様は初めてつまずいたのだ。豊臣を追われた砂人が今なお逃亡を続けているとだ。いいお茶だ。いいお手前じゃねえか、わびすけ。織田の手下が動き出しました。おかしな鹿と少年がおりまする。待ってくださいっす、おやっさん。ねえおやっさん、春様はどうして、どこへ消えたんでしょうか。